始まりましたゼニスチャンネル。こんにちは、ゼニスの服部です。今回はすごい車が入ってきました。ちょっと画面に収まりきってないと思うんですが、日野のプロフィア、改装車モデルです。この車は新古車になります。ちなみに改装車とは何かと言いますと、ナンバーのない重機とか車とか積載車に乗らないようなトラックとか、そういうのを乗せる車になります。こういったトラックもゼニスでは取り扱いがあるので、ちょっと深掘りして紹介していきたいと思います。さらに外装の仮装やバックカメラの取り付けなどの作業もゼニスでやることができます。そちらの作業風景もお届けしたいと思います。ゼニスチャンネル。まずは外装の紹介をしていきたいと思います。荷台のタイヤやキャタピラが通る部分には木材が使われております。で、各種スイッチがこちらとこちら2箇所についてます。実際積み込むときはこんな感じで傾けて積み込みます。続いて内装を紹介したいと思うので、早速乗り込んでいきます。とりあえずエンジンをかけます。このトラック乗り込むのに3段階段を上りました。なので目線はやっぱり高いです。インパネ部分がカーボン調になってます。で、ブラウンの色もあっておしゃれな感じです。今座ってるシートなんですが、こちらオプションで、高性能シートになってます。肘置きがついてて、これ段階式になってます。メーターはユニバーサルデザインを採用しているので見やすいです。運転席周りいっぱいボタンあるんですが、操作性を重視した配置になってます。ステアリングスイッチはボタンを見ずとも操作することが可能です。エアコンはオートエアコンになってます。この席の後ろ側は仮眠スペースとして使うことも可能です。で、ちなみにこのカーテンついてるんですけど、これは純正品じゃなく特注品で、これだけでも結構なお値段がします。運転席と助手席、まあ、後ろ、その後ろもそうなんですけど、フラットになってるので行き来しやすくなってます。この車はハイルーフモデルになってるので、車内も高いです。なので成人男性も立つことができます。この上についてる収納も広くて使い勝手がいいです。先ほどスイッチの説明をしましたが、このリモコン操作でも可能になってます。そしてプロフィアなんですが、安全性能も充実しています。まずはプリクラッシュセーフティーシステムです。これは前を走っている車や歩行者が横断してきた時、衝突の可能性があるとシステムが判断した時に警告音とディスプレイに表示されてブレーキの操作を促してくれます。続いてはスキャニングクルーズです。こちらはアクセルを踏まずに一定速度をキープしてくれる機能です。この手元のステアリングスイッチで速度を調節することができます。さらにレーダーがついているので、割り込みとか前の車を捉えて車間距離を一定で保ってくれる機能です。先行車が停車した場合、こちらの車も停車してくれます。再度走り出す場合はアクセル操作やステアリングスイッチの操作が必要になります。続いてはサイドアラウンドモニターシステムです。こちらは見通しの悪い交差点などで前から来る障害物を検知してくれます。追突の可能性がある場合は警告音でドライバーに教えてくれます。続いては可変配光型 LED ランプです。こちらはハイビームを使用中に対向車や先行車を感知した時に車高を抑制してくれるシステムです。夜間の歩行者にもいち早く気づけるシステムになります。続いてはドライバーモニターです。車内についたカメラでドライバーの顔を感知します。脇見運転や目をつぶった状態が長く続いた場合に警告音や、ディスプレイで注意をしてくれます。続いては車両ふらつき警報です。こちらは不自然なハンドル操作をした場合に警告音とディスプレイで注意を促してくれます。最後は車線逸脱警報です。こちらは搭載したカメラで車線を逸脱した場合に、その逸脱した方向から警告音を鳴らしてくれます。では実際に試乗した時の感想を伝えていきたいと思います。エアサスのおかげで振動が伝わりにくく乗り心地がいいです。ペダル位置や座席の形が様々な体格のドライバーに向けて作られています。設定次第でフィット感のある乗り心地にもできます。
セーフティーシステムの充実性から気持ち的にも安心して運転ができます。ハンドルの内側はグリップしやすいように刻みが入っています。トラックなので当たり前なんですが、とにかく目線が高くて前方の見通しがいいです。なかなかこれだけの大型に乗る機会は少ないと思いますが、ぜひ乗っていただきたい一台です。それでは冒頭に言っていたバックカメラの取り付け風景をご覧ください。作業内容自体は後ろのカメラの配線を車体の下を通してフロントまでつなげるだけなんですが、大きさの関係上リフトで持ち上げることができないので結構大変な作業になります。何かの弾みで断線しないように別の線に沿わせて配線していきます。一つのミスで一からやり直しになったり断線の可能性が出たりするので、かなり神経を使います。車内まで通った線をパーツの内側に配線していきます。トラックの紹介は初めてだったんですが、このトラックは特に内装と安全性能が充実されている1台です。改装車ということで車体もかなり大きいんですが、その分安全性能がしっかりしているのでドライバーの負担は減ると思います。長時間の運転でも安全に少しでも快適に乗れる1台ではないかなと思います。ゼニスでは大型トラックの扱いもできます。また整備もできるので気軽にお問い合わせください。では次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。お店の情報は下の概要欄を見てください。またねー。